皆さんこんにちは、ダイダラです。ね。さあ、だから盗賊を、の服前回盗んだんですけど、ね。なんかうろちょろしてると別の人も盗賊がいたんですよね。許しちゃったか盗賊幹部。ね、こいつからも服盗めんのかな？ローブの色が違うんだよね、多分。ね。いただきましょう。ザクロ特大もらってから、いただきまーす！あっす！裸で寝かすのかわいそうでしょ。ねえ。さあ、これで僕は今日から盗賊幹部、従え、私に。強い。はい、では行きましょうか。廃墟会。ここで、ねえ、やべえやつらがいるみたいなので、ささっと。行きましょうか。潜入開始。ふう。うわ、めっちゃおるな、普通に盗賊団。さて。行くか、この服があれば。盗賊、幹部の服やけど大丈夫これ。今。従え、おら。誰だ、あいつら。やはり、見張りがいたか。通してくれ。待て！何者だ！いやいや、見てよ。見たとこ。まだ若い。どうやら新入りだな。それなら。てめえら！俺だけ忘れたのか、俺！ほほ！新入りか！幹部の顔を忘れるとはたるんどるな。申し訳ありません。ほほ。まあ、いい。今日のとこは許してやる。だが次はねえからな。幹部を名乗って侵入しようとする不届き者が来るかもしれん。怪しかったら通すんじゃねえぞ。わかりやした。じゃあ行くわ。ちょれー。まあこんなもんか。テリオン君で、変装も演技も最高よ。ねえ、さっさと行こうか。あ、出た！変なおっさん。おい。ここを通せ。俺は幹部だ。お頭に緊急の報告がある。あ？怪しいやつめ。幹部を名乗ったってそうはいかねえぞ。おい、てめえ。何言ってやがるよ。俺は幹部の服盗まれてな。そんな間抜けな幹部がいるか。裸で追っかけられてんじゃん。すげえウケる。ね。テリオンくんね、アフターケアもね、バッチリやな。はい、ということで、ではここのね、廃墟会の中を探索して、いきましょうか。まあ、宝物もね、またいつも通りパペパペパペと適当に探していきたいと思いますので、で、道中は適当にカットしましょう。はい、ではダンジョン奥まで来ました。行きましょうか。ボス戦でーす。多分ね。なんか儀式の用意してる？めっちゃ飾ってんやん、普通に。見つけた。緑流石と黄流石だ。なんでこんなしれっと置いてんの？だが、ダリウスはなぜ流石を狙う？そうだよね。ただの宝石ではないのか？狙う理由。なんか他のキャラクターでもなんたらの門とかね、いろんな話絡んできたけど、それに関係するのかな？そいつはな。俺が大きな力を得るために必要なもの。出た。隠れて待ってた。ダーリウスくんじゃん。ダーリウス。やんのか。よう、テリオ。まだまだ元気そうじゃねえか。楽に潜入できたわ。わら。まさか、本当に乗り込んでくるとはな。そんなにその腕輪を外したいのか。な、どうやっても外れないのこれ。本当にこの腕輪を外すため、サイラス先生に何かお願いしたって外してくれへんかな。最初はそうだった。だが今は違う。違う？お。ならなんだ。夕霧ないでしょ。信じられたからだ。はあ。ダリウス困惑。気に入らねえ目だ。昔みたいな目に戻りやがって。ウェルスプリングじゃもう人は信じないって目だったのによ。
なんか信じられたから信じ返しちゃうっていう。いいね、テリノ君、成長したぞ。俺はなんだ、信じられたからだ。無駄無駄、また裏切られるだけだ。世の中お前みたいなクズばっかじゃねえんだよ、覚えておけ、ダリウス。かもしれないな。そうだと思う。人なんて信じてどうする。他人なんて金や権力をちらつかせて存分に利用してやればいいんだよ。ダリウス、それやったらずっと一人やぞ。寂しないかお前。俺はそうやって生きてきた。お前を利用したようにな。そうか。だがな、ダリウス、そういう生き方は寂しい生き方なんだとよ。な、寂しい。そんなものはザレ事だ。うう、ダリウスちょっと挙動ってんじゃん。おいおい、ねえ。確信疲れたか。そうだ、ザレ事だ。だが俺はそんなザレ事本気で信じてみたくなったのさ。行こうか、バーサスダリウス。覚悟はいいか。ね、オールバックですね。ほ、人を信じても裏切られる。それをお前は知ってるはずだ。這いずり回って生きてきた俺たちが人を信じてどうする。確かにそうだろう。所詮俺たちは盗賊だ。人のものを奪って食いつなぐろくでなしだ。だがな、ダリウス、そんな俺たちでも人を信じたり信じてもらうことはできる。くそ、うるさい、自分だけ悟ったようなこと言うな。よし、行きましょうか。さあ戦闘で、うわ、アイテム奪うって何それ。え、ヒットポイント奪う。おう、奪うシリーズうざいな、これ。アイテム使えなくなったのか、これで。ちょっとうぜ、マジでうぜ。せず傭兵呼ぶか。カモン。さあ、警備は弱点じゃない。ちょっと覚えていきましょう。どんどん加盟していきよう。ケマしていこう。アーフェンのバー回ってこないと回復できねえからな。さあ、剣弱点じゃないの結構痛いんだよね。じゃあ、千本槍。槍弱点、うまい。はい、ブレイク。さあ、速攻ブレイク取れたらマジでかい。いい感じね、これは。さあ、変は回復いきましょう。アイテム取り戻した、やったぜ。まあでもいいや、先に回復しましょう。飛躍拡散で、飛躍武道。飛躍 よし。武道シャワー強えな。さあ、いろんな魔法を試していきましょう。炎は違う。さあ、ラストアクトを。探検も試してえな。探検多分弱点でしょ、多分知らんけど。マジステリー。よし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 。威力高いよな、探検、いつの間にか。はい、じゃあ次、弓違う。ね。さっさと丸裸にしたいもんね、こいつのこと。ほら、氷よ。さあ、氷弱点。うまい。ってことは、あれ、杖かな、残り1個。ねえ、杖だよね。出しとくか。ほら。え、杖じゃないのあれ。何あれ。あれ斧ってやってないか。じゃあ、斧か。ね、アフェ殴っとこうぜ、じゃあ。大切だーん。よいしょ、5000。ジョーの出来。さあ、ラストアクトまた出ちゃったよ。逆に困る。はい、さて、4ターン。体勢を整えた。うわっ、弱点買いやがった、あいつ。あれ、なんだ、なぎ払い。覚悟はいいか。まあ、探検があるからいいかな。探検、武芸家の技、探検技ってあったっけ。探検敵全体か。だったら通常でいいか。ね、ぐさ。体勢変えてくのうぜえな。さあ、残りあれなんだろう。雷が光が闇。多分光だろ、多分こいつ。ね。え、違うの、光じゃないの。光弱点っぽい顔してるのに、こいつ。風かな、もしかしたら。風呼ぼう。風だった。さあ、風と探検となんたらみたいな感じ。ちょっとやばいな。さて、回復しておきたいかな、これは。じゃあ、通常の薬使おうか、ブドウ。800ずつ。さあ、ラストアークと探検好きするか。オルベリック使いてえな、技なんか。オフィリア、風の呪文覚えてたっけ。覚えてた気もする。ね、ぐさぐさ。よし。
じゃあもうかますかだったらこれで、あるね、特大風神魔法させよう。ドレイドレイ、強い強い強い、全然強い全然強い。さあオルベリク大先生、必殺技いきましょうか。大剣翔ブランド、大剣翔ブランドよ。あーい16000。強い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 、ほら。さあラストアクト、また動けるオルベリク先生。困ったの、動けるの。とりあえず十文字切り2000。普通に強いよね、 BP 使ってなくて2000出るって。サデリオンくんがここで、BP パスはしておきましょう。いくつ上げる ?4 上げていいや。オルベリちゃーん、はい。でオルベリくんもう一回いきましょう。雷剣翔ブランド、やっぱ雷剣翔ブランドだよ。2万いった。やばいやばいやばい。さあまだまだ俺たちのターンは終わってねえぜ。アフェン、アーフェンに負けよ、BP。サポーター最強テリオンなめんなよ。雷剣翔、これが人を信じること。何にミスってんだよ。信じた俺がバカだったよ。人を信じることだったね、みんな。よし、6000。さあどうだ。お前なんぞに負けねえ。負けるもんか、おめえのような甘いやつに。ふざけるな。甘いのはお前のじゃないのか、ダリウス。んだと。くそ、ダメ。お前はただ裏切られたくないから裏切る、側に回っただけだ。信じることに怯えていたのはお前の方じゃないのか、兄弟。黙れ。兄弟ってここで言うのいいよね。俺はお前とは違う。お前を裏切り狡猾に生きてきた。お前と違って非常にもなれる。誰にも負けるものか。さあバトルだ、ラストです。なぎはら痛い。さあ探検弱点残ってるのはありがたいね。このまま押し切ろう。ほら、もう体力残ってないと思うんだよねこいつ。さあ千本槍使える、これはラッキー。ほら、さあもう回復無視して攻めてもいいかもねこれは。いける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 、大丈夫、最強大丈夫、最強。ただただ気になるのがちょっと BP 溜まってねえから大丈夫かなっていうとこ。まあオルベリクに BP1 あげたらね、雷剣翔ブランドいけるか。よし、それとりあえず氷結落ちねえかな、そろそろ。もうちょいだと思う、体力は。さあラストアクト、ラストアクトは横1、なんで横1文字してんだお前。10文字だ、そこ間違った間違った。よし、さあ BP あげよう。オルベリクはもう溜まってるか。あ、待って、だったらこれ、カチカチのカチ。カチカチのカチいこう。BP バサー、アフェン。これ、雷剣翔ブランドの合計2発撃てます。勝ったな。とどめだ、いけ。オルベリクさん、雷剣翔ブランドよ。ダイヤウーし、2万はやばいって、ほんと。また一つ強くなる。また強くなったね。真っ赤なリンゴ。何でリンゴ盗んでんだ。俺の負けか。せやぞ、諦めろ。ダリウス、兄弟よ、お前は何が欲しかったんだ。俺を裏切って手に入れられたのか。ね、欲しかったものだ。力が欲しかった、金が欲しかった。何を言うかと思えばくだらない。俺は成り上がる。何を利用したって誰にも見下されない存在になるんだ。ね、そうやって出世欲というか、ねえ、成り上がり体欲がやばかってんな。ビッグになってなんかしてっていう。ただ成り上がって俺を見下した連中を見返して。バカにしたやつを許せない、そういうことかな。こいつがしたかったこと。俺は。ああ、逃げちゃった、走って。バイバイ。さよならだ、兄弟。さあ、これで龍石2つをゲットできた。お宝？盗賊団の。くそ。だが、
この金さえあればどこかの町で出直すことができる。これダリウス誰かにね裏切られてやられるオチなりそうな気しない？大丈夫？これなんか来たで、盗賊団のやつら幹部か。おい、そこのお前たち、金を運び出すのを手伝え。どうした？これも全部俺のものだ。動かない部下たち。あっ、ダリウス、お前ら裏切ったな。しゃべんのかい。裏切った？俺たちは金が欲しいからあんたについてきただけだ。裏切ったら裏切られる。そうそう、違うのはガーレスくらいなもんだ。でもガーレスもいないもんな。見ろよこの金、一生遊んで暮らせるぜ。やったじゃん盗賊だ。ダリウス、テリオンにやられて弱ってるからな。結構強かったのに。さよならだ。あ、宝全部持ってかれてるやん。あら、くそ、今日だ。このまま死んでいくんか。ダリウスの末路はあっけなくも悲しいもんだったね。テリオンさん、こう考えたらやっぱ人を信じるって大事だね。信じて信じられ、信頼関係を築くっていうのな。仲間はやっぱ信頼できるもんじゃないとな。いやはや、年寄りの冷や水とはよく言ったものですな。エリヒースごとでも助けてくれたら助かったよ。あのような無理はもういたしません。もう走ですぐ疲れてんもんな、お前。ヒースコートもよく無事で。心配をおかけして申し訳ございません。まったくだ。心配させやがった。え？テリフが冗談を言った？いや、なんでもない。テリオン君、この家で執事になるのかな。どうなんだろう。ちょっと面白いぞその展開は。それよりも、ほら、流石だ。もう盗まれるんじゃないぞ。ほら、全部持ってきたぜ。ありがとうございます。どういたしまして。これで終わりですね。私が腕輪を外しましょう。ああ。ヒスコート、鍵を。ああ、なくしてしまいましたってなるかもしれん。いえ、鍵は必要はありません。なんで？え、でももう外してありますので。え、取れた？そのようだな。早技。でも、いつの間に。一度、お嬢様が提案なされた時に私めが。あ、もう昔から取ってたんだ鍵。そんなに前から。テリオン君気づいてたのかな、もしかして。でもプライドが許さんかった。もしかして鍵が外されていたのに私たちのお願いを。さてどうかな。それよりもコーデリア、その流石はただの宝石ではないのか。さあ、これ大事な話ですよ。多分今後に関わる。ダリウスは大きな力を得られると言っていたが、それは言えないこと。それは私からお話ししましょう。お、頼むわ。この4つの流石はフィニスの門を開くための鍵と言われております。出た、フィニスの門、繋がってきたね。ホルンブルクにフィニスの門があって、なんかそこを開くための鍵で、フィニスの門に関する話は変国の書とかに
書かれてたよね。変革の書とかその関連の話で開けるな、なんかやばいことになるっていう、しっ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 とかで、ね、このあたり。フィニスの門。もし開けば世界のありようが大きく変わる。そう伝承では歌われています。あなたからすればおとぎ話に聞こえるでしょうが。いやでもやばいやつってことね、つまるところ。ダリウスはそのおとぎ話を信じていた。で門を開きたかったんだ。ダリウスがあれだけの数の盗賊を率いることができたのは流石の力か。そんな力はないんじゃないの、さすがに。わかりません。しかしフィニスの門が実在するかどうかはさておき、レイバースケはこの流石を代々守ってきたのです。なるほどな、門番やってんな、レイバースケは。もうつかむような話だな。だが俺にはもう関わりのないことだ。ありがとうな、今まで。そうでございますね。もうあなたは自由の身ですから。デリオンさん、またな。じゃあな、もう用はない。あっさり言っちゃったやん。エンカテリオン君、これで終わりで。終わったわ。はい、ということで皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。オクトパストラベラーね、鬼火全く使えへんわぜ。いかがでしたか。8人の仲間たちが織りなすストーリーね。テリオン君ハンイットね、なかなかみんないろんなストーリーが絡み合って面白かったね、ほんと。あれ、これ仲間だった順番じゃね。テリオン君最初ハンイと仲間したんだよねえ。でオフィリアに行きっていう、え、すげえな、これ順番も記憶されてんのねえ。ま、ライフスティールだが、いや俺順番すげえ良かったと思うよ。でアーフェンねえ、いやめっちゃ覚えてるわ、ほんと。その仲間にして金の斧盗んでさ、シチュー活劇さんっていう活劇さんで無双しまくったっていう序盤で、プリムロゼな、すべて砂に流しなさいってね砂に流すやつやつね。うわ懐かしい。豚野郎倒したな。さあいろんなねキャラクター、皆さんや出てきたと思うんですけど、8人のキャラクターの中で皆さんは誰が一番好きでしたか。俺誰やろうな、テリオンくんも好きだしね、でサイラス先生も好きだし、アーフェンのキャラクターも好きだしな。いやなんかみんないいキャラクターしてたよ。トレサもね可愛い、うん、一途でまっすぐでね、たまんねえな、ほんと10億持ってるしでオルベリクの旦那もね、まっすぐで、ね、信念貫いてるって感じのね話で、よかったわ、出た男男ず俺のパーティーいやーな、第2章、なるほどね、これ全部ストーリーを、ま、巡った順番で話が進んでいくんだ、ここ。いやなやで、プリムロゼの話はね、皆さん全体的に、なんか、エグかったな。ほんとエグかったな、プリムロゼ、カラスの男。な。これって本当に俺たちがやった展開になってんのかな、試合の展開。ありありのあり、ね。口八丁の人。なんかそれっぽいよね、なんか、ジョブも、バトルジョブもそんな感じで、血の結晶の話。うわ、なんか2ヶ月ぐらいわたってやってたと思うんですよね、オクトパストラベラー。めっちゃ覚えてるわ。欠かさずやってた。もう結構前のことなんだけど、ちょっとずつちょっとずつ進めて、ねえ、1日1時間ぐらい進めてね、やってたゲームなんだけど、面白かったな、なんか、ねえ、でもなんか全然ね関係ないお話が一本一本続いていく感じかと思ったら、最後にちょっとずつ繋がってきてね、まあ、これがねなんかね隠しに繋がっていくらしいんですよ。隠しダンジョン、フィニスの門でしたっけ。うん、あそこの門ねえ、まだねレベルが多分足りてないと思うので、ちょっとレベル上げしなきゃいけないと思うんですけど、
もちろんね、そのフィニスの門のストーリーもやっていきたいと思いますね。まあ、今回でストーリーは全部終わらして、次回から隠しダンジョン編って感じ。出た、闘技場闘技場めっちゃ面白かったよね。これ俺こういうの嫌いじゃないよ、闘技場。でもなんで1対1ちゃうねーっていうところだけ気になったけどえ、1対4ずるくねーみたいな。ね、出た、アーフェンの裏切りの話。これクソ重かったよな、ほんとマジ許せねえ。クソクズだった、クズこいつ。人間にやっぱクズはいるんだなっていう。出た、ねえ、名前なんだっけ、ねえ、エアハルトだ。ねえ、めっちゃかっこよかった、エアハルト、パツキンおじさん。ねえ、リザードマンの群れを倒し、エアハルトとね一騎打ちして、でトレサ、自分だけの宝物見つけたかいっていうトレサの物語はな、ねえ、宝物見つけて、秘石エルドライドだっけ、あれどうすんだろう、将来別のとこで売るのかな。10億持ってるからもういらねえのかな、わかんねえ。ね、オヒーリアもね、式年崩壊の儀式もちゃんと終わらしたし、これからは普通のね、神官として生きていくのかな。でもオフィリア司祭になるでしょ。だって前回式年放火のさ、儀式をやってた人が大司教、お父さんじゃん。ってことは大司教約束されてんじゃねえの。やべえな、オフィリアも。ねえ、良い感じです。サイラ先生。それ仲間一人俺吹き飛ばされたんやったっけ、これ。吹き飛ばし面白かったな。ねえ、出た、ガチ恋ちゃん。ガチ恋ストーカーちゃん。すごいぜ。ねえ。ガチ恋ストーカーちゃんね、なんかね、プロフィール見るとね、なんかめちゃめちゃ可愛い、なんたらのなんたら、なんたらしか言ってないんだけど、オートでも有名な美女らしいんですよね、ほんと。なんで、美女。でも17歳だったっけ、確か。18か17歳ぐらいだったと思うんですけど。ね、そんな子をサイラ先生、まあ年の差よ、年の差。でも年の差関係ないよね、この時代は。いいこっちゃ。ね。平先生はガチ恋ちゃんとくっつくんでしょうか。それはそれで面白い。ね。プリムローズあたりとくっつく気もするけどね。出た。救世主さん。気絶しとったで。これ、とどめのシーンなんかな、これ全部やっぱ。出た、オルビリク対ヤバいやつで、ホムンブルグを滅ぼしたヤバいやつ、どこから馬持ってきたんやーいっていうやつプリムロゼ、完全にこれ俺がクリアした順番に巡り巡ってるよね。すげえな、記憶してたやろなこれ全部。こいつキモかったな、ほんと完全サイコパスやったわ。サイラス先生のね、最強の魔法が連発したところ、そして出てきた赤目ねえ、石化の攻撃を一切使ってこなかった気持ち悪い人です。赤面ティーソちゃん。ねえ。赤面もその魔法でサクサクいけたよね。赤面、サイダー先生のストーリーもこれもか。こいつも赤面に似てるっていうの、なんか、みんな筋肉隆々のこんな形だったよね。筋肉隆々というか、ねえ、顔がすげえ前に出てくる。なんか変身するタイプみんなそんな感じだから、なんかあんのかな、やっぱ。変身するやつ。俺絶対変身したくないわ。人間じゃなくなもん。で、このトリさんのストーリーの女の子。ラスボス。セクシーおばさん。嫌いじゃない。さて、トリさんのストーリーも終わって、これが最後。ダリウス。雷剣将ブランドよ。信じる気持ち。ね。ちゃんと思い出したか、ダリウス。オクトパストラベラー8人の物語、これにて完結。皆さんありがとう、見てくれて。さあこれでどうなんの、フィン。ダリウスほんと寂しい終わりやったな、あれ。わあ、見送り来てくれたやん、ありがとう。デリオンさん、はい。もう何の関わりもないはずだ。それともまだ何かやらせる気なのか。どうする、
なく。うん？お嬢様はあなたを見送りに来たのですよ。ありがとう。律儀なことだな。そんなことはありません。お礼を申し上げる前に出て行ってしまわれるんですか。確かに普通に捨てぬるって言ったもんね。ぬるっとテリオン君。テリオン君近づいてくれる。では改めまして、当家の家宝を取り戻していただき本当にありがとうございました。どういたしまして。礼はいらない。取引としてやったまでだ。でも助けていただいたことは事実です。そうか。それでテリオンさんはこれからどちらへ。そうだ、テリオンどうすんだろうな。これから旅すんのかな、ずっと盗賊として。さあな、まだ決めてはいない。当てのない旅ということですか。適当な町へ行ってブラッとなんかうまいもん食ってね、その繰り返し。ま、そういうことだ。わかりました。では旅のご無事をお祈りしています。私たちはこれにて。またな。コードリア。うお、テリオン君が大声出したよ。やばい。なんだ。ありがとうよ。言い逃げすんなよ。恥ずかしくやんなよ。テリオン君。かっけー。これでテリオンのストーリーは終わり。ね、主人公のストーリーをクリアしたのでパーティーから外れるようになりました。ね、これで8人全員終わったので、ね、オクトパストレバ、トラベラーのメインストーリーは、まあ、とりあえず、ひとまず完了って感じでございます。ね、長い間見ていただきましてありがとうございました。まあ、さっきも言ったんですけどね、まだね、終わってません。裏ダンジョンというか、フィニスの門からどうにかしていけるらしいので、ちょっとね、次回はそこをね、探っていきたいと思います。レベル上げもしなきゃいけないしね、テリオン君以外。では、じゃあ今回はこれで終わりましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。またね、オクトパストラベラー、もうすぐでもね、最終だと思いますので、最後まで突っ走りますので、ぜひとも見てください。アスパヨー。